どうも日本人で一番真面目でしっかりしてそうな見た目の庄司がトゥールーズっていうチームにいるの皮肉なもんだよね。でおなじみレオザフットボールでーす。なんでこんなこと言ったかって言いますと、FIFA のね、年間最優秀選手、ザベストでですね、フェアプレー賞に、なんとですね、スパイ行為が発覚した、リーズとですね、その監督だったビエルサ、監督、今もそうなのかな、そのビエルサがですね、選ばれたっていうところで、なんかね、こういう大きな賞でのね、皮肉っていうのがなんか面白いなというふうに思いまして、なんでね、紹介させていただきました。というわけで始まりました、トークザフットボール、今日も楽しくサッカーの話していきましょう。昨日はですね、FIFA の能力値と、実際のね、サッカーのプレーを、選手のプレーを比べるっていうそういった動画を作らせていただきました。その中でですね、メッシの、クロスの名手だったりとか、そのね、不思議な、能力、特殊能力ついてるのなんでなんだろうみたいな、そんなイメージないけどな、みたいな、そういった話をしましたら、なんかね、Twitter の方でご意見いただきまして、なんかクロスの精度がある一定以上、高くなるとですね、その能力勝手につくそうなんですね。なんでその辺のね、FIFAの特殊能力のつき方でそういうのがあるっていうのの、一応訂正でした。そんな感じでですね、今回はですね、ガンバと欧州トップクラブを比較して学ぶ、守備の原則と上達への、仮説っていう感じでですね、ちょっと、難しいっぽいタイトルですけど、ね、日本のチームと海外のトップチームを、比べることによってですね、日本と、世界の差を知るだけじゃなくて、どうやったら上達できるのかっていうのが、わかる動画に今回できるなって思って、台本作った時点でそう思いましたんで、こういうタイトルにしました。なんでですね、今回はこのセレッソ大阪対ガンバ大阪の試合、3対1でセレッソ大阪が勝ったこの試合をですね、取り上げて話していきたいと思います。で、このガンバ大阪に関して僕ちょっとね、不思議な、なんかね、守備なんでそんなやり方するんだろうってちょっとね、気になったところがあったんですね。ただ僕、ガンバ大阪いつも見ているわけではありませんので、ちょっと内容が薄くなると良くないなっていうふうに思ったんですね。っていうところでですね、知り合いのですね、この方、井上圭介さん、株式会社サムライソフトのですね、代表取締役の、CEO の方でですね、仲良くさせていただいてるんですけど、すごくガンバファンの方で、いつもガンバの試合見てるんで、ガンバのね、現状までのこう問題点、このね、今シーズンの流れとかね、そういったところを踏まえて教えてもらえませんかっていう、このね、お願いしたところ、すごくですね、なんか愛情溢れる、それでなおかつね、こう、ちゃんと批評もできてるみたいな素晴らしいメッセージいただきましたので、ね、許可もいただきまして、今回公開させていただきます。こちら。はい、内容詰まってるんでね、この中で僕がね、気になった部分というか、今回のね、動画のテーマに取り上げる部分を話させていただきます。まず、ガンバの問題点で攻撃の型の変化。ファンウィージョっていうですね、裏にどんどん抜けてくるラインブレーカー型の選手が中心だったのが、今ね、パトリックだったり、宇佐美だったり、足元が得意、もしくは足元中心の選手、渡辺一馬みたいに、このね、ポストプレーとかそういったところを武器にする選手が今中心になってるんで、このね、攻撃の型が変わってるっていうのがガンバにとってはですね、苦しいと言いますか、ファンウィージョ出ていってっていうところでね、こう、チームの型を変えざるを得なくなったね、そんな、厳しいところなんだと思います。で、守備に関して、こちらのメッセージ。はい、4バック時の問題点っていうところで、僕はですね、4バックの時に、センターバックとサイドバックの間を、疲れすぎてしまうところが、ガンバ大阪の問題点であるなと思いながら見ていたんですね。で、これをですね、この井上さんに伺ったところ、最初4バックで、やっぱりそういった問題が出ていたと。で、そこから3バックで5バックにしたと。横を4枚じゃなくて5枚で守るようになるので、4バックのセンターバックとサイドバックの間が疲れにくくなるっていうのは皆さんもイメージできると思います。ただそうなると、後ろに人数5人いますので、前線に人数がいなくなって、守備のね、ボールを奪回するですね、場所っていうのが低くなってしまうっていう、そういった問題が新たに出てきたと。で、その中で、米倉選手と、ですね、オジェソク選手が、いなくなりまして、宇佐美選手の復帰だったり、井出口選手の復帰で、4バックに戻ったと。ってなると同じような問題が出ているっていうのが今の現状だそうなんですね。で、そのね、4バックの問題点をうまくついてきたのがですね、今回のセレッソ大阪だなというふうに思いまして、今回はセレッソ大阪の攻撃と、そしてガンバの対応ですね、そして今後ガンバがどうすればいいかみたいなのを画像を使って、説明したいと思います。こちら。はい、左から右に攻める今回のセレッソの先制点6分のシーンです。これですね、アンカー落ちしてきまして、3バックみたいにセレッソとなっていますけれども、この右のセンターバックのところからボールが出る状況ですね。で、このボールが出る先がですね、このセンターバックとサイドバックの間のここね、奥野選手が流れていって、ここで起点を作りました。これですね、ブルーノ・メンデス選手、奥野選手、両ツートップですね。もう本当にですね、この動きが徹底されていて、このね、セレッソ大阪の狙いを感じられたんですけど、こういう風に、ガンバを引きつけて、裏を狙って、このポイントで起点を作るんですが、次のシーン。はい、これがですね、ガンバの問題点なんですけど、ここにボールが入った時に、後ろからですね、来るボールをスペースに流れながらですね、相手の視野に入りつつキープするっていうところなんで、簡単には止められないところなんですが、そこでですね、ガンバ選手、ボールがね、こう移動してる時間も結構長めなのに、このね、中央のセンターバックのですね、キム選手が寄せきらない。このね、相手のボールコントロールがおぼつかず、なおかつね、ゴールに向かって視野を取れてない状況で、ちょっとね、相手に自由を与えてしまうような、そのぐらいの寄せしかしないんですね。で、次のシーン。はい、そこから水沼選手に落とした後、またね、もう一人のフォワードのブルーノ・メンデスに入りまして、そこでもまたキープされてしまう。ここね、三浦選手がこっちに流れていますけれども、ここもですね、裏にこう走ってくる選手、柿谷がもうちょっとこう斜め走ったりとかあるんだったら、この動きしてしまうのも仕方ないんですが、ゴールに視野取れてない状態だったら、ブルーノ・メンデス選手、この選手がですね、うまくプレーできないように体寄せたり、ボールをつっついて、味方に回収させるとか、そういったね、厳しい守備をしていい場面だと思うんです。これですね、J リーグの、センターバック結構ね、たくさんの選手にある問題で、ここで厳しくいかないので、相手にね、高い位置で起点を作らせてしまうっていうところがありますね。なんでこの辺がガンバ大阪の、4バックから5バックにして、なんとかですね、その問題点は、直せましたけど、また4バックに戻した場合、そこをね、人間の力、この力で守れないっていうところをすごく、象徴しているシーンだと思います。なんで4バックを今後継続するんだったら、こういったところの戦術だけではなく、人間のアップデートっていうのが必要になると思いますね。で、次こちら。はい、3点目も同じようにですね、センターバックの脇のスペースにブルーノ・メンデス選手が流れていって、そこはね、先に三浦選手が、こう追いついた感じなんですけれども、ただですね、ブルーノ・メンデス選手にファウルにならない程度の手で押されてみたいなのがあって、そこからセレッソボールになって失点してしまいました。この形、実はですね、ガンバ大阪すごく多いんですね。前回の FC 東京戦もそうですし、あとはですね、マリノス戦、このね、センターバックとサイドバックの間を使われるっていうところでですね、うまく対応できずに、先に追いついても処理がうまくいかない、もしくは先に追いつけずに相手にね、この死角を使われて走られてしまって、このサイドを使われるっていうところがすごくたくさんあります。なんでこういったところの対応っていうのはですね、センターバックがきちんとね、練習していないわけではないと思うんですけれども、もっと能力を向上させなきゃいけない部分だと思うんですね。そのやり方については後ほど説明したいと思います。まず FC 東京戦の模様をご覧ください。はい、FC 東京右から左に攻める青のチームです。1点目のシーンはディエゴ・オリベイラが菅沼選手からですね、ボールをカットして、さっき言ったセンターバックの脇のスペースから、このね、高い位置で奪っての、シュートっていう感じだったんですけど、今回はですね、相手とのこの駆け引きに敗れてしまってる。ボールが出てくる瞬間にですね、背中取られてしまってるんですね。サッカーって、用意ドンの時にですね、スタート位置を前にできるのが、このね、サッカーをうまくね、プレーするコツだっていうふうに言われます。どういうことかっていうと、これですね、ボールが裏に出てくるときは、ボールに向かっての用意ドンになりますね。ってなると、スタートラインを前にしてるのは、フォワード側の選手になります。なので、ボールが出てくるときは、基本的には、ディフェンスの選手はですね、その選手に裏を取られないように、深さを作るべきなんですね。こういう時に深さを作れないと、やっぱりボールが出てくるんで、絶対ね、その奥で起点を作られる。一発でゴール前に行かなくても、やっぱり高い位置で起点を作られて、どんどん後ろから選手が追い越してくるっていう状況になります。例えば、レアル・マドリードとかバルサ、前からプレスをかけられてないチームなのになぜ勝てるのかっていうところなんですけど、それは後方の選手の能力値が高いから。能力値が高いっていうのは、抜かれないとかそういうことだけではなく、この準備力。後ろからボールが出てくる時に、ピケだったりとか、ラングレだったりとか、セルヒオ・ラモス、リバプールだとファンダイクとか、いろんな選手がそうなんですけれども、評価の高いディフェンスって後ろからね、このフリーでボールが出てくるときに、深さを取る。相手に対してですね、ちゃんと、その1対1のですね、用意どうの時にいいポジションを取るっていうのが上手い選手なんですね。なんでそれができないと、高いラインを敷く守備をした場合にですね、裏を突かれてしまうっていうところがありますので、こういったセンターバックがいるチームだと、まだね、能力が伸びきる前はですね、ディフェンスラインを低く設定するべきだと思います。でね、攻撃的なイメージがある、例えばサッリ監督ですね、このユベントスだったりですとか、過去にはチェルシーだったりナポリを指揮した監督なんですけれども、この攻撃的なイメージのある監督もですね、前にナポリの練習映像を見たことあるんですけど、ボールのある位置によってディフェンスラインをですね、上げたり深さ取ったりっていうのを細かくね、こう数メートル単位でやるみたいな練習見たんですよ。なんでそのぐらいディフェンスラインっていうのは、僕らはね、ざっくり見ててゴールシーンでは言いますけど、めっちゃ気を使うポジションだと思うんですね。ってなると、ボールがですね、こうオープンな、視野をね、ゴール方向に取った状態でパスを出せる選手がボールを持ってる場合っていうのは、その時のですね、このどのぐらいディフェンスラインを下げるのかとか、このね、逆にそう出せない時だとどのぐらい上げるのかっていうディテールを詰めることがですね、守備を、強化して、なおかつね、高い位置で奪うためには必要なんだろうなっていうふうに、そういうふうに思います。で、続いてはマリノス戦。左から右に攻める青のチームマリノスなんですけれども、今挙げたガンバの問題点2つがですね、コンボしてるのがこの、シーンなんですね。まず後方から来た長いボールをサイドの選手が受けるときに、そこにね、マーク後ろからつける。視野を取ってない状態でマークつける選手の寄せが緩いんですね。ここで寄せが緩いのは、寄せてきてる途中だからじゃないのって思うかもしれませんが、次のシーン。はい、寄せない状況で3人で囲んでますので、こういった状況で、ね、ゴールに向かって視野取れてない状況なので、ここで寄せて奪えばいいのに、この状況で余裕が生まれてしまってます。で、次のシーン。はい、前を向かれてしまって、最終的にはね、このパスコース、ス、こういったパスコース、自分でドリブル、いろんな選択肢を持たせることができてしまいました。ここで寄せないことのですね、罪深さっていうのは皆さんこのシーンで気づいたと思うんですけど、この時にもう一つ問題が、このセンターバックの選手ですね。この選手がですね、背中を捉えてしまってるんですけど、中川選手が中央からこうね、相手の死角をついて走ってきて、この位置でボールを受けたっていうシーンなんですね。これですね、センターバックの選手、きちんとね、ボールと視野を同一視野に入れられるように、バックステップを踏んで、なおかつ中川選手と距離を取る形にするべきだったんです。そうなると、ここは空いちゃうんじゃないって思うかもしれませんが、ここはね、優先順位として空けていいです。なんでかというと、ここを空けることによって中川選手がこう走らざるを得ません。ってなると、このセンターバックの視野の中に入りますので、ボールが出た時に中川選手走っていく。この選手をついていく。ゴールに向かってどんどん遠い方向でドリブルをさせることができるっていう風になりまして、視角を突かれてボールと待ち合わせされて1対1になる状況よりもだいぶ安全なのは皆さんお分かりいただけたと思います。なんでこういった時のですね、一つ一つの判断。まず最初の寄せのところが甘かった。そしてボールが出てくる状況でセンターバックの選手の準備ができていない。こういったですね、ディフェンスのいろはっていうのを、宮本監督がですね、教えてないのか、教えたところでですね、上積みがないのか分かりませんが、もともと日本代表のですね、ディフェンスをやっていた選手ですし、中田英寿とですね、ディフェンスライン上げる上げないで揉めてたような選手ですので、この辺はしっかりやってほしいなっていう風に僕は思ってしまいました。では、ここからは正解例の話です。別に J リーグよりもヨーロッパの方がレベル高いよねってそういう話をしたいわけではありません。僕自身も10月からね、分析官を現場でやらせていただくことになって、今はですね、e スポーツの分析官もやっていますので、実際にね、正解例、エビデンスを出すことによって、こういったプレーがいいんですよっていうのをお伝えするのが大事だと思って、このシーンを取り上げました。これはですね、チャンピオンズリーグのユベントス対アトレティコ戦で、アトレティコが右から左に攻めている赤と白のチームです。トリッピアーからボールが出てくるとき、相手の、このアレックス・サンドロ、ユベントスの左サイドバックが中央から出ていきましたので、この間が空く。ってなると、まあ皆さんいろんな選択肢考えられると思うんですね。例えばセンターバックが寄せていってこのスペースを埋めるか、ね、サイドの選手戻ってくるか、アンカーが戻ってきてセンターバックが空けたスペースを埋めるか、アトレティコだとね、サイドの選手戻ってきますし、レアル・マドリーだとセルヒオ・ラモスが埋めて、カゼミロが下がってくるみたいなシーンが多いです。この時にですね、ユベントスの場合は、ピアニッチの戻りがちょっと緩そうだったんで、多分ですね、デリフトがそっちを気にしながら、ただこっちのスペースを見なきゃいけない。ちょっとね、判断を前に行くのか、そのままステイするのかっていうのを迫られる状況です。で、この状況の時にですね、このジェゴコスタがここ使うのは気になってると思うんですけど、後ろからコケが走り込んできてますね。なんでどうしたか、次のシーン。はい、動画使えないね、きちんとしたチャンネルなんで体の向きで判断してほしいんですけれども、出ていった後にバックステップを踏んだ。なんでかというと、コケがこのスペースを使うことによってですね、この一番急所のとこを使われてしまうから、こういったボールが入ってきたらデリフトが出ていった場合、その背中を使われてしまう。ボヌッチとの間を空けすぎてしまうのはまずいと考えたデリフトは一旦こっち行くんですけど戻るといったそういった判断しました。なのでトリッピアーは手前のこのねジェゴコスタの方に出します。なんで次のシーン。はい、その後コケまでボールが行ったんですが、デリフトはねそのサイドのスペースを埋めに行き過ぎてなかったおかげでですね、ここを防ぐことができました。そしてマティウィディもちゃんときちんとね前線から戻ってきてここを埋めてるっていう、そういうねユベントスの守備の硬さ、そしてデリフトがですね開けなかった。さっきのガンバのシーンで言いますと、ここ開けすぎてボヌッチとの間を、このねコケに使われたっていう、後ろから出てきてる選手ですけれども、マリノスの中川と同じ役割をやっていますので、なんでこういったところでね、日本と世界の差を感じたと思います。ただそれは、日本と世界の差、果たして、フィジカルなのか、ドリブルの技術なのか、そういったね、わかりやすいところなのかっていったらそうじゃないですよね。判断のところです。サッカーをいかに理解してるか、どこが急所になるかっていうのを考えながら戦い合ってるから、こういった、攻防になるわけなんです。ってなると、ね、今すぐはできないかもしれませんけれども、このね、僕のチャンネルを見てくださっている方とか、その方のお子さんとか、まあね、ここから始まって、日本のサッカーレベルが全部上がればいいなというふうに思いまして、このシーンを取り上げました。で、ここからは僕の一つの仮説、新説です。このね、ガンバがなぜこれをできないのか、どうすればできるようになるのかというところで、このシーン、左から右に攻める59分のガンバのシーンなんですけれども、宇佐美がボールを持ってですね、前を向いた状況だと思います、確か。自分の利き足の方にボールを置いて、こうね、好きにパスが出せる状況で、裏狙ってる選手が全然いない。これが問題なんですね。ここで例えば裏を狙う選手、この選手が死角からこう出ていったら、このね、センターバックの4にずれる、ここが空いてくる、次の選手走り込めるとか、ね、この選手が、このね、センターバックとサイドバック、左のセンターバック、サイドバック間を狙って、走っていったら、それによってサイドバック絞るから、大外の選手が上がってきて、ここで受けられるとか、まあいろんなね、この人を動かすことによって生まれるチャンスっていうのがあるんですが、みんなね、足元で受けてのコンビネーションばっかり考えている状況。こういったところが一つのガンバの攻撃の問題点。で、こういった攻撃になるっていうことは、普段からこういった練習をしているってことだと思うんですよ。ってなるとどうなるのか、ディフェンスラインへの駆け引きをする選手がいませんよね。つまり、練習の段階から守備陣がですね、守備の練習は攻撃の練習の相手になりますから、攻撃で裏を狙われてない。ってことは、守備の練習でも裏への対応っていうのがあまりできてないんじゃないかと。なんで、きちんと準備してた時でもですね、対応をミスってしまって、相手にボールを渡してしまったり、単純に裏への対応ができていなくて、裏を使われたりとかするっていうのが起きてるんじゃないかというふうに、このガンバの攻撃の裏へのね、この仕掛けの少なさっていうところから、守備陣のですね、能力がアップしないっていうところに繋がってるのかなっていう一つ仮説を立ててみました。で、この仮説にちょっと自信を持ってるのがマンチェスターシティ。シティですね、ラポルトだったりオタメンディだったり、単純なスピード速いセンターバックっていないんですね。ただ、裏を単純にですね、ロングボールで疲れて失点っていうのは少ないんです。それなんでか。準備力が高いから。なんで準備力が高いのか。シティの選手、フォワードだけじゃなくてですね、インサイドハーフ、ダビド・シルバー、デブライネ、ウイングのですね、ベルナウド・シューバーだったりとか、スターリング、最近だとマフレズとか、みんなですね、裏抜けのタイミングめちゃくちゃ良くて、みんな駆け引きしてですね、自分一人でプルアウェイの動きもすれば、アグエロに合わせて飛び込むわっていう感じで、駆け引きむちゃくちゃ多いんですね。ってなると、それに対応する、ね、この世界レベルで考えたら、足の遅い選手たちは、常に準備、判断の連続になりますから、上手くなる。なので、スピードに劣ってる選手たちでもですね、そういった失点が少ないんじゃないかっていうところがあります。なんでね、世界で起こってる現象、日本で起こってる現象同じなんじゃないかなというふうに、この仮説にすごく自信を持っています。で、最後に、ガンバのね、そんなガンバの問題点をですね、解消する、戦術的なところも挙げたいと思います。今言ったようにですね、練習から裏を狙う意識っていうのを攻撃陣につけることによって、守備陣にもつけられますし、またですね、守備陣も、さっき言ったような、その自分の背中に、相手を置かないっていうところを注意するっていうのは大事だと思います。で、もう一つが、単純に、布陣のところで、このように、今ですね、4-4-2使ってるんですけれども、そのセンターバックのですね、脇のサイドバック裏をカバーするっていうシステムをちゃんと構築できていません。そして5バックにしたらまた逆戻りで守備ラインが下がってしまいます。ってなると守備ライン下がらず、そこのね、サイドバックの裏のスペースをどうするのかっていうところで、このね、矢印のようにセンターバックが出ていった時にアンカーが落ちていく形、もしくはですね、サイドバックの裏はインサイドハーフに守らせる。これですね、センターバックの間にアンカー落ちていく形はレアルだったりバルサがやる形で、サイドバックは今日アンカーが守る形っていうのは去年のレスターだったりチェルシーだったりシティ相手にね、相手がサイドバック裏をついてくるチームの時にですね、インサイドハーフにそこを担当させることによって、中央の守備の人数を少なくさせず、インサイドハーフなんで、サイドハーフよりも戻る距離が少ないですし、対応できたっていう。なんでこの白のスペースのところにはそういった対応がいいかなと思いまして、この4-1-2-3。で、もう一つ攻撃の時にはですね、足元で受ける選手が多いんですけれども、ただその選手をおとりに裏を使う。なんで分かりやすく言うと、リバプールの、このフィルミーノをおとりにしたね、サラーとマネの動きですね。ワントップが下がってきて、そこにね、選手がウイングから入ってくっていうところで、フィルミーノ役がウサミになるのかね、アデミウソンになるのか、その辺はね、ガンバをより知ってる人がですね、その、フォローストライカーの役割とクロスランナーの役割、誰ができるかっていうところと、このアンカーでね、センターバック間に入れる、もしくはね、サイドバックの裏のスペースにインサイドハーフが下がっていけるという、この役割誰ができるのかっていうところを、ガンバファンの方々ね、選手の能力をそれぞれ僕より知ってる方が考えていただくっていうところで、今回終わりたいと思います。今回の僕のね、動画を見て、皆さんが考えた解決策だったりですとか、いろんなね、コメントたくさんくだされば嬉しいです。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。レオザルトボーイでした。バイバイ。